コストコさんの北海道バターパウンドケーキです。初めて食べます。すっごいええ匂い。だいぶ重いよ。さっき測ったら1個ね 480g ぐらいありました。全部食べれば確実に1キロ超えです。お、スッと切れます。お、わあ、綺麗。いただきます。美味しいです。優しい甘さが口いっぱい広がります。生地はね、ふんわりしっとりとしたきめの細かい生地になってます。ちょっとね、マドレーヌとかね、フィナンシェっぽい感じがあります。ミルク感がいい感じです。空丸ごと行くやろ。美味しすぎて一気に食べちゃった。あと2本あるもんね。ちょっと焼いてきます。焼きました。すっごいいい香り。焼き、上の焼けたところが非常に甘くて美味しいです。甘さがギュッと凝縮するようなね、美味しさがあります。温めるとさらに美味しくなってます。
蜂蜜かけます。美味しそう。おお、パリパリ。はちみつが生地に染み込んで、染みじゅわって感じで美味しいです。これきめも細かいけど、染み込むのもしっかり染み込んでくれるんで、はあ、いいですね。このパリパリ感がたまらん。この焼けた感じのね。止まらん。あと1個あります。大失敗。フレンチトーストにねしようと思ったのね。ちょっとつけすぎました。こうなりました。食パンとかみたいにはならんね。だって柔らかいけえね。でも味はいいんよね。ちょっと食べてみよう。おいしい。けど食感がね、ぐじゅっておいしいんじゃ、おいしいんじゃけど、カムバック。こんな時どうします？私は食べます。まあ、食べよう。うん。あ、ちょっとちゃんとしたところもある。うん。あ、声がいい。
あ、ええのはええ、ええやつはええ。おいしい。まあ、食べやすいな。飲めるから。ホイップクリームつけます。この間の残り。これに小豆を乗せました。もっとね、イメージはねこうじゃなかったんだけどね。まあこんなこともあります。うまっ。絶対和風合うと思ったんよ。ぴったりです。これは合いますね。このパウンドケーキは和おすすめです。うん、うまー。うん、ホイップがまたいいね。あー、おいしい。ごちそうさまでした。コストコさんの北海道バターパウンドケーキ、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。あー、最後。すっごくこう、綺麗になるイメージだったんですけど、すいません。なんかネットでもね、なんか失敗とか見たんだよね。結構難しいかもしれん。あの生地がね、すっごい柔らかいから。でもまあ、味はね、美味しかったです。こう、染み込ませすぎて、ちょっと食感がね、欲しいって感じでした。また買って食べようと思います。これなんか捨てられんちゃね。これ もっちゃんです。もっちゃんがかじりました。まあ家では切れるけ。